修行の道は山を登るようなものであり、謙虚な心でしか段階を登って真実の境地に到達することはできません。例えば物理を通じて修行も絶やさないという人がいても、まだ凡俗の世に足を踏み、心は悩みから離れていないと、この停滞は転移によるわけではなく、内向の修練がまだ十分ではないからです。修行の真実は外的な形に執着するのではなく、内面的な心の錬磨にかかっています。その禅の言葉のように、修行は他にない、心を抑えることだ。精進を求めるには、修行者として病気を見る良い医者のように、自分の弱点を正確に把握し、最も脆弱な部分に力を入れることが大切です。例えば物欲に溺れ、ケチで欲張りな人にとっては、不況を薬として試してみるべきです。与える対象が価値があるかどうかを悩む必要はありません。重要なのは、財産を捨てる瞬間に我執が解消される感覚と、心が本当に手を引くことができているかどうかです。また嫉妬心や虚栄心が強い人にとっては、喜ぶ力を使って他人の栄光を自分の喜びとすることが良いでしょう。他人が成功したり徳を積むかどうかにかかわらず、心からの喜びを表げば、嫉妬を称賛に変え、虚栄を謙虚に変えることができます。また傲慢で自己中心的な人には、丁寧な心で自分自身を見つめ直す必要があり、他人の持っている自分に欠けている長所や優点を認め学び、自己中心を解消し、謙虚の徳を高める必要があります。仏法は根本的には心の法を教えています。修行の道は講談論や形式主義ではなく、日常生活の小さな点々の中で心を観察し、自分自身を欺かないようにすることです。心の中の葛藤や選択が心に直面し、自己の本質を洞察するチャンスです。私たちが心の奥深くに勇敢に入り込み、潜む貪欲、怒り、無知、傲慢、懐疑を露呈し、戦士がしがたなを持って要害を直撃するように、容赦なく分析し修正し、真の自己超越を実現し、覚醒の旅に足を踏み入れることができます。修行の道は他ではなく、心の中で。謙虚な心は空洞な謙虚ではなく、不足を認め過ちを直す勇気の知恵です。そうすることによってのみ、私たちは修行の道で着実に前進し、絶えず突破し、明るい光が差し込む向こう岸に到達し、真実で偽りのない進歩を実現することができます。そしてこの道のりは真剣な哲学的な議論であり、生活の大きな知恵でもあり、その中には優と自己内省が含まれているかもしれませんが、その真摯さと感動は常に一貫しており、私たちの前進の一歩を照らしています。多くの世俗の悩みは、心と性を見抜き世の真実を理解できていないことが原因でしばしばあります。しかし修行の道の難しさに直面しているときに、焦らず他人や運命に責任を押し付けることはないでください。結局修行は個人の心の錬磨であり、自己向上に関わらず外界の責難ではありません。静かに自分自身を反省し、生活が私たちに順風を送るかどうかに関わらず、私たちの心が持つ基準は十分に高くて、世俗的な誘惑に耐え、人間の紛争から調達できるかどうかを問うことが大切です。率直に言えば、私たちのような平凡な人々は人間関係の中で様々な心の魔にかかっている傾向があります。傲慢は山のように高く、他人を軽蔑し自分の限界を無視します。執着は網のように私たちを偏見に固執させ、意義を容認しにくくなります。差別心、虚栄心、嫉妬心は真実の炎のように理智を燃やし、感情を歪めます。しかし真の仏門の弟子は、深い谷のように謙虚で包摂的でなければなりません。万物を抱きしめ、謙虚で落ち着いている。さらに
修練が深い人々はすでに性と体の秘訣を洞察し、自己と他人が一体であり、物事と自己が融合していることを知っています。外部の縁起がどれほど揺れ動いても、心は静かな波のように動揺することはありません。自分自身を見つめ直し、なぜこのような境地に達していないのか。それは修行の力がまだ浅いからです。しかし、これは絶望的な状況ではなく、進歩の出発点です。私たちが自分自身の不足を認識している限り、内省の第一歩を踏み出しています。私たちを悩ます心の間も徐々に遠ざかっていくでしょう。しかし、この不足の認識すら欠け、心の間が暴れ回るのを知らずにいたら、それは本当に心配です。病気を知らない患者がどうやって適切な治療を見つけ、根深い病気を治せることができるでしょうか？同様に、自分自身の心の病気を全く知らない修行者では、多分、霧の中でさまようしかなく、覚醒の道からどんどん遠ざかっていくでしょう。ですから、心を率直に向き、勇気を持って欠点を認め、修正することが、修行の途中で欠かせない精々さと勇気です。そうすることで、私たちは笑いと涙、成功と挫折が織りなまれる人生のステージで、広々とした心と強靭な心で自分自身の修行物語を演じることができます。それはユーモアと興味深さに富み、真実と感動に満ちています。最後に、批判的で弁償的な思考の中で光の覚醒の境地に向かって一歩一歩進みます。私の周りには10年以上仏教の修行にちらっと興味を持っていながらも、結局実践に移さなかった親しい友人がいます。彼の仏教の理解は、おぼろげな花のように見えます。博識に見えても、実際にははっきりとは言えません。彼の興味は広くて変わりやすいです。時には気候の神秘に夢中になり、時には霊媒の神秘に熱中し、一度は邪悪な道に足を踏み入れました。そうして、彼は世俗と仏門の間で揺れ動いて、世俗の生活に全身全霊で投入することができず、誠実に仏法の修行に身を投げることができませんでした。これは彼が自分自身の不足を深く認識していないという生き生きとした例です。彼は仏教の古典を少し読んだと言っていますが、その中には深い金剛経も含まれていますが、彼が本当にその中の一層の意味を理解しているかどうか疑問です。ある時、私がもし真心で仏に向かえば、自分自身を深く反省し、真剣に経典を研究する必要があると彼に勧めました。しかし、彼は同意しませんでした。代わりに、次の口ずさんで返事しました。あら、そんなに考えなくてもいいでしょう。すべての違法は、夢や幻想、泡の影のようなものです。この言葉を聞いたとき、私はすぐに反論しませんでした。なぜなら、金剛経にはまた、法は断滅の相を述べない、ともう一つの言葉があるからです。彼がこれに気づいていないと知っています。私たちはなぜ、今ここで違と無違について語らなければならないのでしょうか？結局、これら二つの内包に神聖に触れるには、まだ長い道のりを歩まなければなりません。甚だ式には、介護して道を見出した後の自己認識という最も基本的な自己知恵さえ、達成していないのです。知っていれば、無違法は空中から出現するわけではありません。それは、ちょうど違法の中で根ざしています。上記のような考え方を持つ人は、結局、人生は必ず死に至りますから、そんなに真剣に生きる必要はあるのでしょうか、と言っているかのようです。しかし、これは生きることを知らなければ死を知ることはできないという間違いではありませんか？違法が基盤がない場合、無違法はどのように立脚し、根を下ろすることができるでしょうか？この議論では、私たちはユーモアを失わず、正直な態度で自分自身を反思し、修行の道は尊敬と謙虚さを心がける必要があります。結局、
誰が仏法について少し知っていて、でも満足している経験がないのでしょうか？重要なのは、私たちが自分の不足を勇気を持って認め、批判的で弁償待ちな思考の中で着実に真実を探求し、ウィとムイの神秘的な面者を段階的に解き、生活と修行が知恵と実践で融合し、鮮やかな光彩を放つようにすることです。修行の道で私たちは覚えておく必要があります。教会が深いほどの修行者ほど人間関係が謙虚で控えめで、心が広くて谷のように慈悲と博愛が満ち溢れ、差別心や傲慢な態度がありません。彼らは実相で生き物が平等であり、万物が同じ源から出ているという本質を洞察しています。逆に少し川を知って満足している人、些細な感能で道を得たと自負している人、傲慢な態度を取る人見は別の形の心の魔が働いているのです。知っていなければ世の中には絶対的な高さと低さがなく、すべてが実相であり究極的に完結している存在です。したがって心と性を見抜いて道を見出した修行者にとっては、仏教学の見解に多少の偏差がある可能性があり、積極的に法に従って精進し自己反省を行う以外に、特に重要なのは傲慢な心を実際に抑えることです。この点は無視できません。現在多くの人々が六祖慧能大師の有名なく地図山について語り合っています。菩提はもともと木ではありません。明鏡も台ではありません。本来は何もありません。どこで誇りを引き起こすことができますか？これは間違いなく大乗仏法の精髄の文字般若であり、勝吉帝の神秘を明らかにしています。しかし、初級の修行者にとっては、まだ貫通していない場合、真宗禅師の口ずさんの方がもっと指導的な意味があります。体は菩提の木のようであり、心は明鏡の台のようであり、常に努力して拭いて、埃を引き起こさないようにしましょう。なぜでしょうか？ウィ法の修持を通じて、持続的に私たちの精神世界を浄化しない場合、仏法を主唱する道をどこから探し始めればよいでしょうか？量の積み重ねがない場合、質的な飛躍はどこから来るのでしょうか？徐々に悟りは、突然の悟りの科に至るための必修の道です。理論だけを語り合い、実相の法理を誤解し、いわゆる口の善にふけるものは、実に愚かな行為であり、このような空性の誤った執着は、自分を誤ることだけでなく、他人を誤りやすいです。だから、仏門は常に警告します。心と性を見抜かず、無為法について語ることは、魔説と似ています。仏の弟子として、私たちは知っておく必要があります。殊勝が乏しい空は非活性な空に陥るか虚妄に陥ります。知恵の証明のない縁起と妙有は、実際には無知と輪廻の続々です。修行の道は空性を洞察し縁起を理解しなければ、知恵と解放の向こう岸に達することはできません。